ゆっくり、という、チャンネル。皆さんこんにちは、今年の金リンゴはいかがだったでしょうか。個人的には、まだ終わっていない気がするんですが。まあ、感想とか世間の反応とかを、加味しながら話していく動画です。ちなみに自分がまだ終わっていないと思う理由は、ここで、続く、となっているからですね。ものによっては、続くで終わったりするんで曖昧ですけれども。ということで、感想を話していきましょう。まず、個人的な話ですが。悪くはない、昨年より良かったとも言える。ボリュームとしては増えたからね。おおむね良いって感じです。ざっくりした感想はこの辺で、進めていきます。謎解きについてです。正直謎解きのレベルが上がったのは、RPG らしくなった、と言えると思います。ここから主にギミックについて話していきます。原神も 3.0 でちょうど七国物語中盤。戦闘面以外で難易度を上げるのは良いのではないでしょうか。正直、稲妻の初期の武士とかフライムなんかより全然良い。軽く理由を言うと、繰り返すコンテンツで面倒いより。どれだけ面倒くてもクリアで終わりの方が個人的には好きです。だから、螺旋で強化された仕様の敵とかが出るのは個人的に問題ありません。ただ、元素石碑でワープ出して豪華な宝箱取るやつ。夢影を追いかけながらヒントを集めるんですが。そこ夢影ではなく、壁画のやつみたいに星でよかったのでは。初見で見つけられる範囲って正直水と氷がほとんどで。ヒントを見返そうにも夢影がいない。まあ、石碑のヒントを見れば炎、風、氷、水か風、炎、氷、水の二択までは絞れますが、星をリセットしないとワープが出ない仕様があったり、夢影は一度クリアすると消えたり、ちょっと不親切だなーって思いました。あとは、難易度と報酬が噛み合ってなかったかな。フィールドのモブ倒して、精巧な宝箱、面倒いギミックして木箱。このあたりは、調整不足を感じてしまいました。全部取れば一緒なので大した問題ではないんですが。ミクロの視点、ギミック単体ごとに見ていったら不満が出るだろうなーって思ったね。さすがに、超長い時間制限のギミックで木箱はがっかりしたことは隠せない。とりあえず難易度に関しては、個人的には問題はないかな。ただ、難しいギミックのヒントに関連する部分が一度きりなのはどうかと思ったよって話でした。自分みたいにソシャゲよりも据え置きゲーって考えてやってる人は意見が近いかと思います。今回残念な点はほとんどバグがあったことです。正直謎解きを一番難しくしていた点はバグです。これは、純粋な難しさではない。バグに遭遇してしまうと、ほとんど解決にリログが必要なバグです。正直バグと気づければ、リログすぐすればいいんですが。問題はバグと気づけなかった場合。プレイヤーは一生そのヒントを探すことになります。あ、ちなみに自分はバグがひどいゲームを引き合いに出してましっていう考え方は嫌いです。どちらかといえば、考えを無理やり押し付ける。タイプの考え方かなと思います。自分や他人にそういう風に押し付けてるように印象を感じます。結果出してるゲームだしね。それはともかく、本当に今回はバグが多かった。ハラハラ島の元素石碑経由のワープも、わざわざ星を消してリセットしてから、ワープを出さないといけないのもバグなんじゃないかなと思ったり、もし、このことに関するヒントとかあったんなら教えてください。不具合修正で SFX 機能を使えってあったけど、プレステにそんなの無理だからね。また、告知されていない不具合も多分あるし、全体的に進行を阻害したりギミックを解けないバグは、個人的にはかなりこのイベントの評価を大きく下げた。特定の不具合に遭遇した人にのみ原石補填も、個人的にはイベントの印象を悪くしました。自分は BC 今のところもらえなかった。あと、バグ関係なく微妙だったのは、フィッシュルの島全般かな。カラスの劇長すぎる。プレイアブルキャラクターのシーンならいいんですが、声優だけ豪華なポットでのキャラクターの、よくわからない、童話をひたすら聞くのは多動の自分には苦痛だった。任務の劇の方は間違っていれば何回でもすぐやり直せたのに、
フィールドに配置されてる方は、間違えると最初からなの。どうしてなんでしょうか。敵の方と統一されてると良かったかもしれません。あと、自分は声優も魅力の一つなのは承知していますが、重視はしていません。普段のストーリーも基本的にボイスは一部飛ばしてます。読むスピードが速いからね。あと、セリフを読み込んでいるのか。不自然に会話が途切れてる部分も気になった。あれは、本家中国語だと悠長に進んでいくんだろうか。急にセリフが止まると、びっくりします。バグが多かったこともあり、フリーズしたのかと。ある意味バグの積み重ねで警戒してしまいましたね。あとは、選択肢がどれを選んでいるかわからない現象ね。劇中では固有名詞があるのに、選択するときは全部同じ名前。自分で移動して、選択肢を5つになるように調整すれば解決できますが。間違えると、また最初から劇を聞く羽目になると。その、ギミックの本質メインとは関係ない慎重なプレイをさせられた気がします。フィッシュルの主張に関しても判定がきつかったね。個人的には、解説動画はざっくりしていますが、自分で考えてプレイするときはある程度過程を大事にします。正直、ここはレンズで繋がって、ここは繋がらなかった。どうして突破できたの？っていうのが一部あり。なぜ、突破できたのかわからない、という感覚が自分は嫌でした。進行不能バグとかもあったようですが、投稿される頃には修正されているんでしょうか。このバグには遭遇していないので、よくわかりません。モナ秘境に関しても一応、言っておきます。ちょっと、説明が足りなかったかな。運命をつかみ取る？みたいなやつプレイヤーの9割は？って感じかなと思いました。あとは、カラス同様に台座を踏んで星座動かすやつ、もうちょっと早くできてもよかった。続いて、ストーリーについてですね。個人的にはこんなもんでしょうって感じでした。単純にキャラクターの過去を知れてよかったなって感じ。カズハがある意味アルベド枠だったかなって感じがした。ストーリー面で批判的に言われていることですが。まず、バカンスなのに話が暗い。そうですね。基本的にキャラクターの過去のトラウマを見るというストーリー。確かに、暗いなぁとは思いました。深淵がいてくれて本当に良かったよ。メンタル強すぎて、しかも噛み下した姿良すぎたね。正直深淵含めて、全員暗い話だったら不満だったかな。ある程度バランスは取れてたような気がしなくもない。続いて、金リンゴである必要がない。それはそう。中でも、フィッシュルと深淵にはデートイベントがない。そのあたりをデートイベントで掘り下げることも可能であった気はする。特に深淵は秘境を使わずとも。イベントと同じ内容に近いものを実装できた可能性はある。また、カズハについては、正直妖刀があの性能なら伝説任務入れ替えで突できてもよかったかもね。金リンゴである必要がないというのはごもっともですね。また、ほぼ同じだけど現場がほとんど秘境だった。確かにそうだね。星4はおそらくもうデートしか追加する気がないから、こういうイベントに持ってきたんでしょう。また、モナも普通のマップの月を踏ませると、扱いづらいので、こういう限定マップに持ってきた可能性。そこに、アルベド以外で役割できてきそうなのはカズハ。で、話が暗いキャラだけにならないように明るい深淵を持ってきたという考察。つまり、なんちゃって伝説任務がしたかった。というのが自分の考察です。ファジーの扱いが雑すぎる。そうだね、なんかキャラの深掘りが終わってあとは雑に締めた感。それはありますね。あとは、アルベドが優遇されすぎている。わかります、でも。昨年メンバーではアルベドくらいしか、メッセージは残せなかったでしょう。別にアルベドのではなく、過去の漂流者の日誌。とかでもよかった気はするけどね。おおむね良いとは思いますが、自分の気になった細かい点。個人的に気になったのは、モナが実はお金を持っていたり、モナはお金がないわけではないということなら、公式の設定やらボイスやらいじる必要性を若干感じた。モナの待機モーションとか誰がどう見ても貧乏人なんだけど、そんなに気にすることではないのかな。ということで、金リンゴについて感想やら言っていきました。総評としては概ね良いって感じです。
ただ、細かいところを見れば不満はあるよって感じ。あとは、金リンゴを持ち上げすぎていたのも今回の原因の一つかな。言われてるほどじゃないなーって思った人多そう。あとは、公式 PV のお祭り感というかコミカルな感じとか入りしたので、若干の PV 詐欺が起きていたかもしれないね。ってな感じで、今回は終わろうと思います。皆さんの感想を教えてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。